ニグのしゃべり場。はい、どうも皆さん、おはこんにちばんは、ニグでございます。第2回ということでやっていきたいと思います。まず、最初のあれをペンネーム空白さんからいただきました。ありがとうございます。ニグさんの動画とアニメを見ていてテスト勉強が進めません。どうしたらいいでしょうか。おすすめの勉強法を教えてください。いやーさ、そんなこと言われてもさ、あれだよね、もうなんていうの、なんで俺に聞くんだろうね。なんでね。けどなんか勉強、なんかとりあえず机に向かえば集中するんでやった方がいいと思います。で、あとは図書館とか行くと集中できるんで、まあやってみてください。次の、はい、ペンネーム一人暮らしのニグエッティさん、ありがとうございます。花粉が飛んできてようやく春を感じる人です。質問です。ニグさんはホラーゲーム耐性ってありますか。また富士急にできた新しいアトラクション無限廃校についてどう思いますか。勉強頑張ってくださいとのことです。ありがとうございます。ホラーゲームね、俺ね、無理、本当に無理。マジ怖いから無理。なんかね、結構ね、前のねラジオとかでも話してたんだよね、生放送でやってた。多分今アーカイブ残ってないけど、ホラーゲームはね、本当に無理。青鬼も無理だから、マジ無理。怖く、さ、曲がり角からさ、なんかその、霊たらしめるものが来るとめちゃくちゃ怖くない？本当に怖いから、多分一生やんないと思います。うっさくなっちゃうから。で、新しいアトラクションは、ごめん、知らん。知らん。全く知らん。ごめんね。知らないわ。全然知らないわ。続きまして、ペンネーム、東方大好き先生からいただきました。ありがとうございます。ゆっくりで釣られて、このチャンネルに来ました。うぷ主がイケボでびっくりしています。新コーナー、ピタゴラスイッチを背景に流しなさい。え？ピタゴラスイッチ。背景に、ん？わかんないけど、なんか、あれ？どっち？静止画の方か、実際のピタゴラスイッチの方かによるけど、まあ、多分やんない。はい、やんないね。はい。次で一回前半ぐらい終わろうか。はい、ストップ。はい。これ。はい、ペネーム、アースロさんからいただきました。ありがとうございます。EDF4.1 の進捗を教えてください。4.1 はね、今ね、確かね、8本ぐらい溜め撮りがあって、5、6本も編集終わってるから、多分1年2ヶ月ぐらいのスパンで投稿していくと思います。で、まあそんぐらいですね。まだ3分の1ぐらいです。遅い。あと4年ペースですね。はい。じゃあ、まあ今までのペンネームの皆さんありがとうございました。まあね、まだ続くんで、これからも見ていただけると嬉しいです。ニグの喋り場。ねえ、聞いてよマリサ、なんだよ急に。なんで私たちラジオに出ているんだ。なんかよくわからないけど、このラジオで CM ができるらしいよ。ここで工業と錬金術使いのマインクラフトを宣伝すれば再生回数うなぎ登りだよ。普通に考えてること汚くないか。ということで、工業と錬金術使いのマインクラフト絶賛公開中です。みんな見てくれよな。騙されたなお前ら。はい、でね、今日話す内容が、プロレスについてちょっと話そうかなっていう風に考えてまして、プロレスってわかる？みんな。多分まあみんなプロレスって言ったらアントニオ猪木とかって思う人いると思うんですけど、自分ね、結構ね、高校3年の時になんかアマゾンプライムでやってた有田と週刊プロレストっていうね、番組があるんですよ。で、まあ、プロレスが大好きな、クリームシチューの有田さんが、こうゲストと一緒に毎回熱いプロレスを語るっていう番組があるんですよ。で、それを結構、まあ、シーズン1からシーズン3ぐらいまでほぼ全部見て、で、こう、まあ自分プロレスにハマっていったわけなんですけど、まあ、とにかく、プロレスって結構、あれなんですよね。なんて言うんだろう。我慢比べっていうか、本当に、魂をすり減らして戦うスタンスなんですよ。あれ、なんかね、よくね、昔はなんかやらせだとか、インチキだとか、野鳥だとか言われてたけど、なんかもう今は普通にもう、今見ると全然もう、かっこいいよね。一回見てみて、
なんかね、自分もね、そんな、そんなね、詳しい方じゃなくて、まだ、まあ、全然、にわかなんだけど、1.4 東京ドームが、今年の1月4日にあって、それのね、自分が見たのがね、タッグマッチのトリプル対抗戦があったんですよ。で、普通はね、プロレスでいろいろな日本全国を巡業してって、その1.4東京ドーム、1月の最初のね、東京ドームみたいなところで、もう、それの、その日が一番盛り上がるわけ。千秋楽みたいなの、全然千秋楽じゃないと思うんだけど、もうすっごい盛り上がるわけ。で、そこに、まあ一番の目玉、毎年こう開催される世界最強、IWGP っていうんだけど、まあそれの決定戦とか、その、なんかキングオブコントの決勝とか、そこにぶち込んでくるわけよ。まあ簡単に言うとね。で、それで、今年はね、なんだっけな、挑戦者がチャンピオンに挑戦、まあ、するっていう構図だったんだけど、そこに元チャンピオンが乱入してきて、三つどもえの戦いになったわけ。で、こう、まあ、最初見てると全然わかんないけど、もう本当に、2対2対2の状態だから、その状態なんかもうリング外でバンバンやったり、リング内でバンバンやったりとかしたりして、けど一番俺かっこよかったのがね、イービルってね、人がいるんですよ、ヒールっぽい人が。の人が、花道、わかる？すっごい、リングに行くまでのすごい長いロードみたいなところを全力疾走してラリアットするっていうのが、もうむちゃくちゃかっこよくて、うわ、いいなとか思いながら見てたんですけど、ごめんね、全然多分ね、わかんないと思うんだ。だから、プロレスはね、すごいね、面白いんだよ。まあ、多分、なんだろうね、普通知ってるとアントニオ猪木さんとか、天竜さんとか、ジャンボ鶴田さんとか、長州力さんとか、そこら辺の時代から、どんどん、わーって、キニオメガとかもどんどんできて、ナイトも出てきて、で、今、岡田和親っていう人が、まあ、多分今、トップっていうか、もう、ほぼカリスマ的存在なんだけど、自分ね、そこで思ったのが、プロレスってね、確か2010年ぐらいに、一旦下火になったわけよ。1960年ぐらいから始まったのかわかんないけど、で、バブルぐらいまでもうすっごいもううなぎ登りだったの。本当にもうマジでやばいぐらい、もうゴールデンタイムにプロレスが放送されるぐらいすごいやばくて、もうその時多分、闘魂三銃士とか、多分そこらタイガーマスクも、そうだよね、もっと、まあ、それより前だから、もうその、何、闘魂、長州力さんが出てきた、ぐらいの時代、本当にすごかったんだよ。で、長州力さんもね、この人すごくて、まあ、その時、全日本プロレスと新日本プロレスっていう風に分かれてたんだけど、そこをね、こう、因縁ふっかけて移籍するわけよ。で、長州さんの派閥も結構な中堅の中でも本当に一大派閥だったから、相当な人数が動いていくのよ。で、長州さんすごいもう花形的存在、スター的存在だったから、もう、人数が全然変わってくるわけね。で、そこでもう、うわ、誰が移動するんだ、一体どうなるんだ、みたいな、そう、二つの団体の掛け合いとかも見れたんだけど、2010年ぐらいにね、確かね、下火になったんだよね。うん、なんかみんな、プロレスからどんどん離れてって、なんか、戦うの、なんか、泥臭く戦うの、なんかね、みたいな感じだったんだけど、それね、そこで、投入したのが、カリスマを一人作るっていうやり方だったんだよね、確か。プロレス界で。元は、まあ、プロレスって言ったら、アントニオ猪木さん、ジャンジュさん、馬場さん、まあ、長州さんっていう風に、毎度毎度、時代が変わるごとに、新世代のニュースターっていうのが生まれてきたわけよ。で、けど、確かね、その時期になって、私、いなくなったわけなんだよね。人っていうか、スターがか。スターがいなくなっちゃって、で、それをどうにかしようって、試行錯誤のした結果、できたスターが岡田和親っていうスターなんだよね。で、岡田和親はもう、本当にすごいんだよ。レインメーカーって呼ばれてるんだけど、なんか、名称みたいなのが、本当に金の雨を降らすっていうレインメーカーで、本当にもうかっこよくて、強いんだよ。で、イケメン、本当にイケメンで、もう強い。で、技も華麗。あと、ジャンプが高いとか。もう、ジャンプ高いとね、みんなに見えるから、もうすごい良くて、その人をうまくスターにのし上げさせたんだよね。のし上げさせたって、まあ、本当に岡田和親しかむちゃくちゃ強いんだけど、なんかもうどんどん、何ヒーロー街道、出世街道を突き進んでいくかのごとく、もう、強敵バッタバッタとなぎ倒して、もうチャンピオンになったわけよ。
でね、まあ、岡田勝彦さんすっごいもう、全然無口なんだよ。全然、マイクパフォーマンスが全然しないんだけど、セコンドのね、人が、おいやーって言って、今ここに金の雨降らせるよとか言って、もう、みんな、うわーってなるわけ。で、岡田勝彦の出現によって出てきた影響が、今まで、子供たちがね、今、多分昔子供たちで今、まあ、30代ぐらいの人たちがもう、男のロマンみたいな感じで見ていたのが、女性人気が出始めたわけ。全く、プロレスと縁のなかった女性の支持層が生まれたわけよ。岡田和親の影響で。それによってどんどんなんかプロレスの形も変わってきて、どうぞもう、何なんて言うんだろう。本当に華麗な戦い、綺麗な、もうすっごいもう技綺麗だし、素早いし、相手避けたりはしてね、ちゃんと受け止めて、こうね、なんか翻弄して勝つみたいな、そういうプロレスも生まれてきたわけ。で、それによって、まあ、どんどん、今、人気、だんだん上がってきてて、もう全然、前世紀とほぼ変わらないぐらいになったんじゃないかなっていう風になったんですけど、で、なんで、今、プロレスの話したかっていうと、自分、まあ、こっから先個人の見解なんだけど、そうか。あ、ごめん。また、一回仕切り直していきたいと思います。ニグの、喋り場でね、さっき話した、プロレスと何が似ているかっていう話なんだけど、結論から言うとね、プロレスって、あれに似てるんだけど、今の e スポーツに似てるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。で、なんでかっていうと、e スポーツって今、結構、なんか結構ね、すっごい盛り上がってるんだけど、どうしてもね、あれがいないんだよ。カリスマが。昔はさ、俺が子供だった時っていうか、中学、小学生、小6ぐらいの時は、あれだったんで、梅原がいたんだよ。梅原むっちゃくちゃかっこよくて、その当時も YouTube に動画が来たばっかりも、世界大会で相手を翻弄して完全ガード、なんか6回連続とかして、うおーって自分なったんだけど、その時は、格闘ゲームって、相手倒したら勝ちじゃん。相手倒したら勝ちなんだよ。っていう単純明快な目的があった、勝利条件があったからこそ、俺はあれを見ててスターだと思ったんだよ。梅原さんを。けど、今、例えば、最近で言うとね、クラロワだよね。クラロワの、みかんぼやっていう人がね、確か大会ですっごいもう、神回って呼ばれて名勝負を引き起こして、勝った試合があるんだけど、俺それ見て、うおーってなったんだけど、けど、ちょっと待てよと。そんな盛り上がっ、自分の中ではこう湧き上がるものはなかったと。なんでかっていうと、プロレスは相手の攻撃を受けて倒すっていう明確な勝利条件があるんだけど、クラロワもう、まあ、相手の、まあ、タワーっていうのかな、わかんない、俺やったことないからわかんない、相手のタワーみたいなのを倒したら勝ちっていう明確な勝利条件があるんだけど、それに至るまでの前提知識が多すぎるっていうふうに思うんだよね。ゲームって結構前提知識多いじゃん。特に、例えば、なんだろうね、コールオブデューティシリーズだとすると、例えばマップを覚えなきゃもう話になんないとか。そんな感じだよね、全然。アタッチメント一つでも違うし。けど、まあ、そうそういう感じなんだよ。特に、自分がやってるね、モバっていうゲームに入ると、もう本当に何が何だか分かんなくなっちゃうわけよ。前提知識ないと。なんでここで動くのっていうのも前提知識ないと分かんないし、そういうのが、今の、ゲームを阻害している一番の要因だと思ってんだよ。前提知識が多いからこそ完全に楽しめない視聴者がたくさんいる。完全に楽しめないと、それに継続するコンテンツが生まれなくなってどんどん離れていっちゃう。だから、まあ今自分は視聴者の実況者の観点から、その全然知らない人たちの前提知識をもっとこう与えていくっていうか、全然、自分からも自然に与えていくことによって、こう大会見た時でもすっきり、まあ何のね、障害もなく集中できて、みんなに盛り上がれるような動画作りを目指していきたいっていうふうに思ってるんだけど、カリスマがね、欲しいんだよ。ゲームにも、ゲーム界にも、梅原さんに続く、まあ多分自分が考えてる中でも結構たくさんいるんだけど、それでもみんながパッと、じゃあ今の時代のゲーム、プロゲーマーとしてのカリスマは誰ですかって言われてると、あってなるわけよ。正直、んってなるんだよ。まあ、それは別に正しいことだと思うよ。だって、ないんだもん、それの知識が。だって、何のゲームを知らない人だってさ、梅原さんはすごいっていうのは、動画見れば一発でわかるじゃん。
けど今結構ゲームが多様化しちゃってるから、どれがすごいかなって分かんないんだよ。うん、多いしねゲーム数も。だからやっぱりね、スターを作んないといけないんだよ。スターを作るっていうか、スターを作れるような環境にしないとダメなんだよ。明確な例えば全くゲーム知らない人でも分かる明確な判断基準、選手のとか、そういうものを作れていければまあいいかなっていうふうに思ってるんですけど、まあただの個人の見解なんだけどね。まあプロレスと、まあ、ゲームっていうの、今のゲームっていうのはちょっと似たところがあるんじゃないかなっていうふうに思っています。まずは本当にゲームの大会のクオリティ云々とか、まあそういうのもあるんですけど、そもそもそこに客を呼べないと話にならないと自分は考えているので、そこにね、新規層を巻き込めるような動線の作成とか、プロゲーマーにフォーカスを当てた動画の作成とか、まあ、そこら辺は多分自分たちの YouTube でちょっとまあクリエイターもどきみたいなのやってる自分たちの、まあ、フィールドかなっていうふうに思ってるので、まあそこはそこで活躍したいなっていうふうに思ってる感じです今。はい、今日この頃、はい夢だけ大きいよね、はいということで、はい、じゃあ、はい、あ、そうだね、ニグのしゃべり場。はい、引き続きお便りの方を読んでいただきたいと思います。ペンネームそこら辺の猫さん、ありがとうございます。新コーナーで視聴者の面白い話を見るというのはどうでしょうか。これからも頑張ってください。ああ、そうだ、新コーナーもね、やりたいんだけどね、どうした方がいいのかな。なんか、作る？面白い話とか作る？けど、なんか、はい、なんか、新コーナーの、タイトル案あったら、言ってみてください。書き込んどいて。できれば、どういう意図をつけて書いたのかとか、そういうの、俺ちょっとね、今、ネーミングセンス、激落ちだから、よろしくお願いします。どこかな？これか、ペンネーム悪玉金さんからいただきました。ありがとうございます。いつも正しく拝見させていただいています。質問です。アニメにハマりすぎてお金がなくなりました。対処法教えろください。自分ね、そんな欲がないっていうか、全然アニメに全財産つぎ込むとかそういう感覚がなくて、つい先日もね、友達のなんかラジオのねやつについて行ったんですけど、なんかね、わかんないんだよね。なんかよく友達とかさ、なんか同級生とかさ、ライブで物販で何万円使っちゃった、どうしようっていうなんだけど、万ってなるわけよ。物販に万使う、諭吉使うっていう風に考えてて、いや個人的にはね全然いいと思うんだけど、自分ディズニーランド行くの懐疑的な人なんで、なんで入場料だけで7000円とか取るんだろうね。それにプラスうんたらかんだら交通費含めると一体トータルで1万ぐらいになるから、1万ぐらい払うってディズニーランド行くのおかしいよねって中学の時に女子の友達に聞いたら、なんで1万円しか使わないのって言われて、んってなるわけよ。なんか、向こうからしたらもう3万とか5万とか平気で使うらしくて、なんかグッズとかに消えてくらしいんだけど、いや、それおかしいよ。対価に合ってねえよ、お前とか思いながら聞いてて。だってね、入場料7000円あったらだよ。いくらでもできんじゃん、もうそんなの。その入場料7000円をいくらでも貯めたらさ、自分、まあ、それは人の価値観によると思うんだけど、少なくとも俺は、ディズニーランドは、7000円も払っていくべき場所かとは思ってる。なんかその時確かね、友達のね、夢と希望の国じゃなくて金と絶望の国とか言ってたんだよね。金を巻き上げて巻き上げるだけ、それの対価として自分は夢をフィールド提供してるよっていう、まあ簡単に言ったら幻覚剤なんだよね本当にアルコールと同義だと思うんだよ。アルコールと同義だと、まあごめんなさい、これでちょっとディズニー大好きな人でちょっと気分を害された方いたら申し訳ないです本当に。けどまあ自分はそう思ってます。はい、アニメにハマりすぎてお金がなくなったら、お金を貯めてください。で、貯めてアニメにちょっといい感じの距離を置いてください。はい、頑張ってください。じゃあ次、最後の質問です。ペンネームユームニムニさんからいただきました。ありがとうございます。ちょっとした質問なんですが、ニグさんといえばミキプルーンと言われた過去を掘り返すつもりはなおのですが、正直ミキプルーンを食べたり一気飲みしたこととかってありますか？ラジオ今回が初めてということなのですが、とても面白かったです。なんか独り言とかしてると面白かったりもしますしね。このまま気ままにやってる感じ好きです。ありがとうございます。ミキプルーンね、食べたことないんだよ。飲んだことないんだよ。なんかね、
ミプルーンを食べたいとか飲みたいと思ってんで、あれでしょ、あの水に溶かすタイプとかあるじゃん、よくなんか飲みやすいとか言ってすごい飲んでみたいと思うんだけど、まあ飲む機会がない、飲む機会がないのに中学3年とかその当時の私は劇物のように扱い、飲んだら吐くを繰り返した結果、もうあのそろそろ俺訴えられてもねしょうがないんじゃないかって普通にいつでも思ってるんですよ。本当にもう訴訟を起こされたら いくらでも受け入れますと、私は悪かったって食わず嫌いしてましたと、まあ、そういう風に思ってるんで、まあそれ食べたことないっす、生きのようないです、欲しいです。だからアマゾンのウィッシュリストとかさ作ってさ、ミキプルーンとかさ、うまい棒とかさ、参考書とか全部やったらさ、みんな買ってくれんのかな、わかんないんだよそういうの。やってみたいんだけどさ、どうしてもそうすると視聴者から金巻き上げてる感じがして嫌なんだよね。けどやっぱりこうなんかそういうのも一つのねコンテンツとしては面白いんじゃないかなっていう思っています。なんでもしウィッシュリストとか作ったら買ってやってください。そしたら紹介したいと思います、この動画でね、ウィッシュリストをもし作ったら。ということで、じゃあ皆さん、まあ、今回のペンネーム紹介以上です。ニグのしゃべり場。はい、ということでですね、今回もお別れの時間が来てしまいました。いやー悲しいね、悲しい悲しい、本当に、うん、悲しい。で今回はね、なんかいろいろペンネーム、あの何メール返信したり、あの普通にフリートークしたりみたいな、フリートークじゃないんだけど、まあそういうね、なんかすっげえラジオっぽいことをしててね、いや正直結構あれなんだよね、俺のただの好奇心なんだよ正直。うん、なんかずっと勉強の時にオールナイトニッポンを聞いててドハマって、自分もなんかねこういうのやればあのいろんな視聴者ともつながれるんじゃないかっていう風に思ってやってるんだけど、やっぱりね、こう、まあ、ちょくちょくコメント見てるとね、やっぱりこう、マイクラまだですかとか、ゆっくり実況まだですかとか、ゆっくり実況やめたんですかってあるけど、いや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 、いや、やめないやめないやめない、やめないけど、今は本当にもう、時間が取れないから、この限りある、自分の空いてるスペースの中で、視聴者に、自分がこう、何、エンターテインメントを提供できる場としては、もう多分これしかないんだよ。そう、ずっと喋って、まあ、編集もちょっと簡素になっちゃうけど、それでも自分が、こう、作って、コンテンツを出していくので、多分今までの、今の中で最上の、最善の選択っていうのが多分これだから、まあ、視聴者は気長に待っててください。で、どしどしコメントください。あの、質問コーナーの、なんだっけ、最初に言ったのが、質問コーナーの、あの、タイトル募集、新コーナー作ってほしい。買ったらタイトル募集、あのタイトル名を書いてください。タイトル名を書いて、それにつくサンプルのやつ書いてください。サンプルの質問。そしたら多分新コーナー採用されたらそれ第一に読むから、それをまあ皆さん目的にやってみてください。あと多分この回のラジオのコメントは前回のしか読まないので、そうですね。第1回、第3回の時に第1回のやつ読むとかないんで。前回のやつだけにするんで、まあ、なるべく最新のやつを見て、最新のやつコメントをしていってください。じゃあ最後に一つ。今回言ったことは、完全台本です!さよなら!さ、死にたい!恥ずかしい!